続いて、人狼を始めてかなり経っているのに全く上手くなりません。特に占い師の心理判断を未だに間違えます。梅健さんは発言してるふりをしてるけど、占い師がどっちが真かしか考えてないと過去の動画で話されていましたが、占い師の真を見抜けるようになるためにはどんな訓練をされましたか。ちなみに自分は対面やズームはやってないので、表情だけとにかく見まくるとか、目をつぶって聴覚だけで探すとか実践はできないです。そもそも僕はこれは言いましたよ。占い師、人狼ゲームにおいて占い師が複数出てきてね、誰が人狼かとか、もうそんなことを探さず、基本占い師の本物さえ当てたら大体勝つゲームだと思ってるから、占い師の本物しか考えてないんですけど、じゃあ僕が占い師の本物をそれで見抜けてるかって言われたら、僕は見抜けてる自信はないです。僕が真、この人が本物だと10回やってね、9回ぐらい当ててるんだったらいいんですけど、僕そんな自信ないので、推移においては僕全くもって自信がないので、訓練とかないですね。当たってるかどうかに自信はないけど、その推理を組み立てたことに対しては自信があるので、なぜそういうことを、そういう推理をしたかについては自信がある。結果が当たってるかどうかは全く自信ない。なんか別に当てることはそんなに重要じゃないんですよね。もちろん勝つためには当てなきゃいけないんだけど、当てることはねそんなに重要じゃないと僕は思いますよ。で、あとよくあるんですよね、どうやったら人狼を当てれますかとか、どうやったら推理が上手くなりますかっていう質問はね、それに答える人狼勢の人がいたらちょっとアマチュアかもしれないです。ちょっと僕口があんまりよろしくないので、ちょっとアマチュアかもしれないです。推理なんて誰だったっけな、誰かの名言であったじゃないですか。その人の常識ってのは、その人が18歳っていうね年齢になるまでに育ってきた環境で得た偏見だよっていう、確かになと思って、なんかそれだと思います。推理もね、結局自分の偏見なんですよ。推理だって自分の常識、自分の偏見で、じゃあその自分の価値観や常識を変えろって言われたら難しくないですか。だから自分のそのやってきた推理だったり、物事の考え方とかを、考え方あれだけど、推理だったりをこういう風に推理したらいいよってアドバイスする人はなんかすごいなって思う。自分の言葉で人の価値観変えれると思ってるのかなって、そのちょっとした一言でって思っちゃうんだよね。だから人狼で悩んでる人はね、そういうのはね聞いても僕は基本無駄だと思ってますね。できないです。自分なりに占い、ここ見るのはいいんです。占い師本物どっちかな、梅健さんが言ってたって、見るべき場所は教えれるので、推理の仕方じゃなくて人狼ゲームにおいて見るべき場所は教えれるので、それは合ってます。そこは学んでいいとこなんで、その上でじゃあどっちが本物かを見に行くのは自分の推理なんで、そこはね頑張ってください。外してもいいんですよ。僕も要は外すし、推理外しても白くなったりするんですよ、人狼ゲームってのは。不思議なことに人狼慣れてない人はね、結構やっぱどういう推理してますかみたいなのはね結構聞いてくるんですよ。だから僕が最近アップしてる人狼解説動画はもうほとんどが推理の解説をしてないじゃないですか。だって推理の解説したとこで真似できないんだもん、それを聞いた人が。だから誰もが真似できる進行の解説しかしてないんですよ。真似できないことね、解説してもやっぱ時間もったいないしね。